淡路島の南を通りまして、四国に上陸ですね。ここも吉永という大きな川にですね、この中央構造線が浸食された様子がよくわかりますね。はい、ここら辺から見ますとですね、約2000万年前はですね、この川沿いはですね、左右からぐっと山が迫ったですね、狭い谷だったんでしょうね。はい、この中央構造線はですね、この吉野川にずっと浸食されて、四国の一つの大きな地形になっておりますね。はい、そしてですね、中央構造線は、約ですね、この先のですね、もう少し先に行ったところですね。はい、ここら辺でですね、吉野川と、分かれまして、中央構造線はですね、このまま、境目峠という峠を越します。ここら辺が境目峠ですね。はい、そしてですね、この地形ですね、中央構造線沿いにはっきりですね、四国山地が始まっておりますね。右側が瀬戸内海の気候で、左側がですね、太平洋から来るですね、湿気が山地にあたりまして、非常に雨の多い地域になってますね。そしてですね、西条市、それから新居浜市を通りまして、中央構造線は、山岳地帯に入っていきます。そしてですね、西条市の、郊外の、山麓をずっと走りまして、ここら辺でですね、笹ヶ峠というですね、峠を越しますね。そしてですね、中央構造線は四国の松山ですね、松山郊外の山中を走ることになります。ここからですね、しばらくずっと走っていくんですが、ここら辺を見ていただければ、四国山地が中央構造線によってですね、随分仕切られているということがよくわかりますね。はい、そしてですね、ここら辺が伊予市ですね。はい、そして伊予市からですね、中央構造線は瀬戸内海に入りまして、そしてですね、豊後水道に突き出たですね、佐多半島、佐多岬にからですね、九州に上陸します。上陸地点のここがですね、大分市ですね。右側の方に有名な別府温泉がありますね。はい、そしてですね、中央構造線は九州の大地を横切りまして、ここがですね、九十山ですね。はい、ここもですね、火山ですね、九十山系。そしてですね、ここも活火山の阿蘇山ですね。はい、阿蘇山の真ん中を通りまして、中央構造線はですね、熊本市の郊外から有明海に出て行きます。そしてですね、島原半島ですね、南島原市、この向こうがですね、雲仙普賢岳、この間噴火したところですね。はい、そしてですね、最後は、長崎半島の突端で、中央構造線は止まっております。はい、こうやってみるとですね、中央構造線というのは日本の南側をほぼ東西に走って、半島を作ったり、山を削ったりですね、それから四国の吉野川のようにですね、平野の中心部を通ってですね、今度は四国山地とそれから瀬戸内海のちょうど境目みたいなところを作りまして、佐多岬を作りまして、そして最後に九州に上陸しまして、九十三系ですね、それから阿蘇山、そして、島原半島の、雲仙普賢岳ですね、こういった火山の周辺を通りまして、最後は長崎半島で終わると。こういうようにですね、中央構造線が作るですね、様々な地形はですね、約ですね、2500万年前に、西日本と東日本がくっついた時から始まっていると言われてますね。